ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。マーリーサー？ん？どうしたんだよ霊夢。これを見なさい。どう？怖いでしょ？お、なんだ、スレンダーマンじゃないか。ホラー映画とかでも取り扱われる、怪みたいなもんだ。マリサ、これ知ってるの？なんだ。マリサのことを驚かせてあげようと思ったのに。わざわざそんなことしなくてもいいわ。だいたい私は、こういうのは見慣れてるんだよ。世の中こういう奇妙な生物が多いもんだからな。人型のユーマとか。え？人型のユーマ？そんなにたくさん種類がいるの？ちょっと、それ紹介してみてよ。聞いてみたい。それじゃあ、今回は人間型のユーマの目撃情報について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、アマゾンに伝わる獣人、マピングアリだ。アマゾン、あの配達してくれる？それは会社の方のアマゾンだ。今回は南米にある密林、アマゾンのことだ。アマゾンと言ったら、未だに未知の生物や、見たことない奇妙な生物が現れる。まさに秘境とも呼べる土地だからな。当然、現地の人たちからは、出会ったら危険とされるような奇妙な生物も、多くいる傾向があるわけだ。そのマピングアリっていうのは、一体どういうユーマなのよ？マピングアリは、南米のビッグフット、ブラジリアンビッグフットというあだ名がつくほど、ビッグフットに形態が似ていると言われる。ビッグフットってのは、アメリカなどで見かけられる、人型ユーマの総称だな。ビッグフットならわかるけど、マピングアリはどういう見た目をしているのかしら？マピングアリを捉えた写真は残念ながらない。だから、イラストなどで表すことが多いぜ。とりあえず、これがマピングアリの想像図だ。おお、なんかカピバラみたいな顔してるわ。長い舌を持っているのはアリクイみたいね。だが、四肢が発達していて、木にも掴まれそうだ。イラストではわかりづらいが、体長は2メートルほどあるとされているぜ。結構大柄だよな。2メートルか。なおさらビッグフット感が出てくるわねー。毛の色に関してだが、目撃証言によると赤みがかった色とか、黒っぽい色だとか、いろんな説があるみたいだが、光の関係で色が変化して見えただけか、それとも毛色の違う、様々な個体が存在するのか、その辺の情報も謎に包まれているみたいだぜ。また、アマゾンに住んでいるというのはわかるが、食性まではわかっていないらしい。植物を食べるのか、動物を食べるのかってこと？そういうことだ。人間が起こされたという情報が出てこないあたり、危険な生物ではないのかもな。また、マピングアリという存在は認知されていても、その亡骸が発見されたこともない。おそらく、密林のかなり奥地で生活していると推察されているぜ。なんだか、認知されるまでのゴリラみたいね。ゴリラもジャングルの奥地に生息していたから、長年存在を否定され続けてきたんでしょう？そうなんだよ。今回のマピングアリも、同じケースの可能性があるよな。ちなみに、マピングアリは正体の候補として、怠け者が挙げられているぜ。怠け者を？あのトロッ臭い動きで、生きてるかどうかもわかりづらいあの怠け者？お前、怠け者に何か恨みでもあるのか。なんでも、怠け者を見間違えた説や、道の怠け者なんじゃないか、という説など、いろんな情報が挙げられているようなんだ。でも、怠け者って基本、木の上で生活してて、地上にいることはない気がするけど、実は、地上で生活する怠け者がいるんだ。それの禁煙種じゃないかと言われているぜ。生物の多様性はわからないわ。どっちにしても、早く正体が知りたいわね。続けて紹介するのは、人間、人型だぜ。あ、なんか聞いたことある。有名な未確認生物だからな。そりゃ聞いたこともあるかもしれないぜ。人間、人型は、南極、北極に出現する、その名の通り人間のような見た目のユーマだ。南極に出現するものを人間、北極に出現するものを人型というらしいが、その違いはいまいちわかっていないようだぜ。腕と顔らしきものが存在しているもの。顔はないが、腕のようなものが確認されるもの。足と頭のような部分しかなく、胴体に当たる部分が確認できないものなど、多したような人間が存在しているようだ。不気味ねえ。こういう見た目をしていると、ついつい意思の疎通が図れるんじゃないかと思っちゃう。意思の疎通は難しいかもしれないな。しかし、中には貴重な映像もあるんだぜ。貴重な映像？何よ、人間と遭遇したという映像だぜ。え？そんなのがあるの？ちょっと、早く見せなさいよ。慌てるなって。これが人間と遭遇したという当時の映像だ。カメラの中心に、何やらふわふわと遊泳している謎の物体のようなものが確認できるな。確かに。これが人間なのかしら？
本当に人間だったのかは定かではないが、ゴミとかではないのは確かだな。仮に生物なんだとしたら、こいつはまるでこっちの様子を伺うように、じーっと見てきているだけだ。逃げるでも、攻撃してくるでもなく、ただ見ているだけ。なんだか怖くなってくるわね。その後、この撮影者がどうなったのかは知らないし、この生物がどこに行ったのかもわからない。しかし、ただの魚だったらもっと泳ぐだろう？まるで浮かんでいるだけみたいに。ただこちらを観察しているだけみたいだなんて。まるで同じく知的生命体のようじゃないか。人間も、私たち人間に興味があって、それでこっちを観察していただけってことかしら。実際のところどうなのかはわからないが、海の底には何か奇妙な生物がいて、そいつは人間と遭遇した時、何かしらの情報を得ている。そう考えていた方が、何かあった時のために役に立つかもしれないな。ちょっとマリサ。陰謀論じみたことを言うのはやめてちょうだいよ。ははは、悪い悪い、ちょっと楽しくなってしまった。さて、続いて紹介するユーマも、獣人系だな。その名も、アルマスだ。アルマス。なんだか、名前だけは結構かっこいい感じじゃないの。アルマスは、ロシアやモンゴル、中国など、広い範囲で目撃証言のある、活動域の広いユーマだ。調べによると、ユーラシア大陸北部には大抵伝わっているユーマみたいだぜ。結構有名な生物なのねー。アルマスのアルマは、モンゴル民族の言葉で、獣を、すものという意味があるらしい。かなり凶暴な生き物じゃない。そんな生き物がユーラシア大陸の広くに伝わってるの。そうみたいだな。体長は2メートルほどで、全身が赤茶色の毛に覆われているらしいぜ。また、首が短いらしく、横を向くときは、全身で向きを変えるという特徴もあるとか。不思議な生き物ねー。それで、写真とかはあるのかしら。写真は、ビッグフットの写真ばかりが見つかって、アルマスとおぼしきものが見つからなくてな。イラストは発見できたから、それを紹介するぜ。ほうほう、左のイラストは、なんだか石器時代の人間みたいな趣があるわねー。確かにそうだな。もしかしたら、石器時代からの生き残りなのかも。ははは、まさか。さすがにありえないでしょ。いや、それがそうとも言い切れないようだぜ。かなり古くから目撃情報はあるようだし、写真こそないが、足跡や食事跡もあったらしいし、その食べた後は、まるで野人が食べたかのような汚らしくも、作法を感じさせる食べ方だったとか。な、何それ。獣みたいに食い散らかした跡というより、両手を使って食べたような跡だったんだろう。また、住処の跡なども発見されているようだぜ。草を編んで洞窟を作ったり、とても自然には作られない痕跡らしいぜ。草を編むって、本当に人間みたいなことをするじゃない。そこまでの物的証拠が見つかってるのに、そいつの姿だけは発見できてないなんて、かなり警戒心の強い生き物のようだな。人間のことが怖いみたいで、身の危険を察知するとブーンという鳴き声を上げながら、逃げていくそうだ。人間は襲わないんだ。あくまでも獣を食べるのが基本なのね。もしかしたら、自分たちに似ている生き物だから、同族として見ているのかもしれないな。また、これは本当かどうかはわからないが、1860年のロシアでは、アルマスを捕獲した後、飼っていたという情報もあるんだ。飼っていた？さらに、そのアルマスと人間との間に子供まで作ったとされているんだぜ。それはいくらなんでも無理やりすぎるでしょ。だいたい、写真とかもないなら、嘘と言われてもしょうがないと思うわ。まあ、それは確かにそうかもしれないな。しかし、1860年代はまだカメラが開発されて間もない。普通の家庭がカメラを持っていることは、まずない時代だったと思うし、証拠が取れてないのも、仕方ないと思うぜ。また、時代は進んで2011年、ロシアの学術会議にて、アルマスのものだとされる体毛を調べた結果、新種の人型生物である可能性はなんと、95% だと言われたみたいだ。95%？ それはもういるって言ってるようなものじゃないの。とは言っても、研究されたのはロシア、しかも体毛が発見されたのはシベリアだという、極寒のシベリアで、獣を、巣物を探すというのは、なかなかに困難なことだと思うぜ。アルマスの正体が判明するのは、もう少し先になるってことかしら。でも 95% いるって言われているなら、ぜひとも正体を突き止めてほしいわねー。続けて紹介するのは、フライングヒューマノイドだ。あ、こいつも聞いたことあるわよ。飛んでるんでしょ？そうだな、名前の通り、フライングヒューマノイドは空を飛んでいるように見える人型ユーマだ。大きさは様々。中には人間のように見えるものからあまり人間らしくないものまで、いろんなのがいるぜ。気球や風船ではないか、とする人もいるが、その実態はわかっていない。さらにエンジン音も一切せず、ただ浮遊しているだけという目撃証言もあるみたいだぜ。気球や風船じゃないけど、エンジン音もしない。それじゃあ、どうやって空を飛んでいるのか、一切わからないじゃない。そうだな。
鳥は翼をはためかせることで空を飛行することができるわけだが、この生物は、一体どんな方法で空を飛んでいるのか、その実態は一切謎に包まれているようだぜ。目撃情報によると、中にはフライングヒューマノイドに襲われたというものもあるみたいだぜ。ええー、襲ってくるの？この生き物。2004年、メキシコの警察官がパトカーを運転していると上空からそいつがパトカーに向かって飛んできた。そいつは真っ黒な姿をしていて、ボンネットの上に乗り、フロントガラスを何度も殴ってきたらしいぜ。さらにフロントガラスを割ると、荒れ狂った様子で、警察官に掴みかかろうとしたんだとか。思いっきり危険な生物じゃない。その人は助かったのかしら。その後仲間に救助されて、精密検査を受けたが、命に別状はなかったらしいぜ。よかったわねー。命が助かって。中には、警察官を襲った生物は、モスマンだったんじゃないか、という声もあるようだが、その正体は未だに謎に包まれているぜ。モスマンって、何だったかしら？直訳するとが人間、が男だが、翼を生やした大きな生き物で、目が赤く光っているとされる、未確認生物の一種だぜ。ああ、見たことある、なんかすごい速さで飛んでくるとも聞いたことがあるわ。そうなんだよ。こいつも人間を襲うタイプのユーマだ。だから今回の事件も、モスマンの仕業じゃないかという人もいたみたいだぜ。確かに。こいつも危険な生物って聞いたことある。しかし、空にはフライングヒューマノイドや、モスマンがいるって。この地球、かなりヤバい生き物だらけなんじゃないかしら。まあなあ、人間が理解した気になっているだけで、危険な生き物ってのは、たくさんいるものだぜ。続いて紹介するのは、名前はわからない。ロンドンで発見された人型ユーマだぜ。ほほう、名前がわからないとは、ちょっと興味深いわね。その生き物は、ロンドンに住む20歳の大学生が発見したらしいぜ。2019年9月、目撃者は他の学生と一緒に北ロンドンの公園で、大学の課題で使う写真を撮影していたらしい。公園の木々を撮っていると、何かが近づいてくるような音が聞こえてきて、音のする方向を見てみると、木々の間を動く奇妙な物体を目撃したらしい。奇妙な物体。そいつはどうやら生物のようで、その身長はおよそ180センチほどもあったそうだ。そのサイズなら人間か？と思うかもしれないが、動きが明らかに人間のそれではなかったらしい。人間よりも素早い動きで、数秒で木から木へ移動していたようだ。なんとか写真の撮影に成功したらしいんだが、その写真も鮮明ではない。とりあえず、その写真とやらを見せてちょうだい。それから判断すればいいんだから。これが、その生物とやらの写真だぜ。確かに鮮明ではないけど。なんか、手足が長すぎない。それに、頭が極端に小さいような。そうだよな。私もそう思うぜ。この奇妙な形といい、目撃者が言うような、素早い動きといい、ほぼ間違いなく、人間ではない何かって考えていいんじゃないか。怖っ。こんな生き物がいるなんて。何をしてくるかわからない感じが不気味ね。目撃者がもう少し詳しく話をしてくれていたが、どうやらその生物は、動物のように振る舞い、狩りのようなことをしていたように思えるらしい。不自然に明るい髪色をしていて、人間のような知能を感じず、野生動物のような、本能に基づいた行動をしていたように見えた、ということだったぜ。野生動物のように、か。ますます、どういう生き物なのかわからないわねー。宇宙人説なども唱えられていたが、野生動物のような狩り、という話を聞くと、人間が持つ宇宙人のイメージとは、少しかけ離れてくるよな。でも、某外国映画では、光学迷彩とかプラズマキャノンとか使って、狩りをしている宇宙生命体がいたけど、それはあくまでもフィクションの話だろ。まあともかく、この生物の正体はわからずじまいだ。この後登場することもなく、本当に謎に満ちた生命体になってしまったな。もやもやするわね。ビッグフット系の見た目もしていないし、どれに該当する生き物なのかしら。最後に紹介するのは、ブラジルで発見された、宇宙人のような生命体だぜ。え？ブラジルで宇宙人が見つかったの？あくまで、宇宙人のような生命体だ。近くに宇宙船があったわけじゃないし、聞いたことのない言語を喋っていたわけでもない。なんだそうなの？でも、宇宙人だって思えるような見た目をしているってことなのよね。2分ほどの動画が発見できたから、その映像を確認してもらうことにするぜ。これが、ブラジルで発見された、宇宙人のような生命体だぜ。うわ。なにこれ。どうなってるの？目はどこ？口はなんとなく、大きな穴が開いているからこれだってわかるんだけど。目のようなものは、パッと見確認できない。さらに身長も少し低そうだ。見立てによると、だいたい1メートル程度らしいぜ。さらに頭部に当たる部分がやけに大きい。腹部にはへその緒のようなものも確認できる。
ますます謎が深まるんだけど、一体どこからやってきたの？この生き物、どこからやってきて、今生きているのかどうかも、一切わかっていない。ただわかるのが、明らかに父の生物ではないってことだけだ。でも、へその緒のようなものがあるってことは、何か哺乳類の胎児とかって可能性もあるんじゃ。目のない哺乳類か。特に候補が出ないが、それはそうかもしれないけど、でも、あまりにも急すぎるし、こんなにあっさり人間に捕まっちゃってるのが、いまいち信憑性なくて。まあ、気持ちはわかるぜ。捕獲されたこいつはその後どうなったのか、ちゃんと調べられたのか、どういう生き物だったのか、その辺が一切謎に包まれているわけだからな。もしかしたら、宇宙人じゃない可能性だってあるわけでしょ？その辺をもう少し詳しく聞いてみたいところね。まあな、とりあえずわかることとしては、かなり表面がツヤツヤしている。濡れているのか、体表を何かで覆っているのか、生まれたばかりの生物なら、そういう見た目になっていても不思議じゃないと思うんだが、1メートルほどの大きさで、こんな見た目で生まれたてと言われる生き物を、私はちょっと知らないかな。もしかして、親は5メートルくらいのサイズの超巨大な何かとかだったり、それは一体何なんだよ。少なくともブラジルでは目撃例のない生き物だぞ。結局、この生き物も何かわからないってことなのね。まあそんなに落ち込むな。確かに正体はわからなかったかもしれないが、これは言ってしまえばロマンじゃないか。ん？ロマン？そうだ。地球にはまだまだ奇妙な生物がたくさんいる。もちろん全て実在じゃなくて、中には、面白半分で作られたフェイクもあるかもしれないが、事実は小説よりきなりって言葉もあるからな。人間の想像以上に、面白い生物が、これからどんどん発見されるかもしれないだろ？そう思うと、なんだかワクワクしてくるわね。そうだろう。この生き物だけじゃなくて、いろんな生物が、これから先、発見されて、調査されて、いろんなロマンを与えてくれると思うぜ。私、まだまだこれから先の生き物を発見するために、長生きするわよ。まあ、先の時代では、私たちが未知の生物として扱われるかもしれないけどな。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。